引き続きスイートポテトラムチョップエッグベネディクトをいただきながらお届けしております。ごめんなさいね、いただいております。本当にありがとうございます。夕飯時だからね、皆さんも一緒になんか食べながら聞いていただきたい、ということでまずは第18話シェイプシフターに登場したシェイプシフターから振り返っていきましょう、まずはメールいきますぜ。お願いします。みちこの丸焼きなんてごめんだぜさんからいただきました。ございます。シェイプシフターの回でトールマンすぎるライオスとどう見てもマルシルじゃないマルシル、可愛すぎるチルチャックに一人だけかっこいい戦士に大爆笑でした。それぞれのキャラクターの声が微妙に違っていて、声優さんたちはどう演じ分けられたのか、どういうディレクションが入ったのか気になりました。アフレコ時のエピソードがありましたらぜひ教えてください。あと、はい、ライオスは犬の鳴き真似が上手すぎてファリンの言っていた通りだなと思いました。俺もそう思った。ファリンがすごく上手いっていうのは本当その通りだった。ねえだね、上手かった。あれはもうスキルですからね。さあということで、あの回はね、いや視聴者の皆さんにも衝撃だったと思いますけど、いや大変演じるの。あ、そっか、でもライオスはもう早々になんか退場したみたいな感じでワンカット処理だったんで。そうですよね。なんで、まあ、ライオスはそれこそあの、うん、ちょっと可愛らしい少年っぽいライオス、すげえでっかい青ひげの生えたライオス、あとあちょっと目があれで口元が緩くて上向いてライオスとなので、まあ、ライオスに関しては、極端にキャラクターがデフォルメされてるんで、まあ、内心仲間たちからのライオスの印象と思いながら、そうですね、ああいう風に思われてるんだろうな、みたいな。やっぱつかみどころがない感じがあれに反映されてるんですかね、だからやっぱイメージとしてああいう風なものがあったから、まあ、逆にこう極端にデフォルメして喋れなかったの、特に言葉としてあわあわみたいな感じだったんで、まあ、音として面白くなった方がいいんだろうなっていう意識はあって、でそれで難しかったんですけど、ライオスの声の延長線上なのか極端に別人ぐらい変えた方がいいのかっていうのがあって、テストはまあ割と そこまでライオスから大きく話さずに喋ってみて、で監督が最も極端にキャラクター変えてもらって大丈夫ですってことだったんで、まああの特に一番手前のおそらくあれチルチャックでしょ多分あれしかも、まあ、振り切ってやろうかなっていうのがありましたね。なるほど。もうああいうのいっぱいあるからもう大好き、本当に。そうですね、楽しいですよね、ね、でマルシルはもう一、人、まあ、ルックスがだいぶそうですね、テイスト違う子がいましたけど、めっちゃ面白かった、はい、いらっしゃったので、それはちょっとテイスト違う感じに演じようと思って演じてましたね。セリフの小物感がすごかったですもんね、なんか、クロマジで使うわよみたいな、ちょっとヒステリックな感じでいいか、そう何回も見ちゃいました。楽しいですよね。あれ本当に面白すぎて、であとなんか檻に入った後もなんかアドリブやってくださいって言われてなんかちょっとみたいな感じのアドリブをめっちゃやった思い出がありますね、そう、みんなでなんか入ってる人人数分それぞれやってみたいな感じで、2×4 が 3×4 かみたいな感じになってきましたもんね、ね、やってましたね。じゃあ時間も結構かかる。あ、でもなんかもう一発で、じゃあ一人目やりましょうか、いきまーす、はい、ありがとうございますみたいなテンポで、はい、次みたいな感じでやって、でももう分かんなくなっちゃうから台本に私も ABAB みたいな振って、これが本物のマルシルがこれみたいなのをセリフをこう分けながら、ね、全部分けて自分が分かりやすい台本表現にして、いや でも基本はなんかそんな別にはならずにスルッとみたいな感じで、ね、そうですよね、特に止めずにやられてた印象が、止めずにそのまんますごいやっていく、まあ、そんなにまあ、ライオスほどすごくかけ離れてるみたいな感じではなかったので、なのでね、やってたかな。それは難しいと思うんですよね、でもその微妙なこの温度感のさじ加減、AB でそのいつものマルシルとちょっとよりクールで AB のマルシルっていう温度のやっぱ違いって聞いてすげえな。いや、なんかその最後まで髪の長あのもう下ろしてたマルシルに関しては、あのもうちょっとクールに感じ、やっぱその、あのバイブルに載ってた、みんなそれぞれが誰の想像かみたいなのも含めてのなんかディレクションで、もうちょっとクールにお願いしますみたいなのありましたね。チルもチルで、またこのちょっと気弱だったりのテンション感のさチルもまた意外となんかチルチャックの印象って極端に離れてないんだなって思いましたね、やっぱり作品を見て。
だからその演じ分けも繊細で難しかったでしょうし、中さんのイケメンがまた良かった。いや本当に渋くて、あれはファン増えますね。渋くてかっこよかった。もうちょっと渋くって言われてましたもんね、うん、ディレクションにもうちょっとかっこよくお願いします、まあ、男前の話で、ね、男前でやってくださいみたいな。いやもう本当に僕はもう皆さんが大変そうなってるのを堪能したという立場でございます。確かに、でも本当になんかすごい大変な回だったんで、皆さんに好評で良かったなって、ね、あの良かったですね、本当に良かった、それは本当に面白かった。